こんにちは、まめこです。今回は5月の業務スーパー購入品をご紹介します。人気すぎて売り切れていることの多い話題のスイーツをゲットできたので、一番最初にそちらをご紹介したいと思います。ではスタート。まず1商品目は今業務スーパーで人気の台湾カステラ。せっかくゲットできたんですけど、パッケージの撮影をすっかり忘れてしまいました。ごめんなさい。原材料、栄養成分表示は今画面に掲載している通りです。こちらは冷凍コーナーに売られている商品です。178円でした。丸くて厚みがあって見た目からして美味しそうです。自然解凍して食べてもいいんですが、電子レンジで温めるとより美味しく食べられるってことだったので、今回は電子レンジで加熱してみます。加熱時間の目安は500ワットで20秒。ふんわりと解凍されています。ふわっとシュワッとしたスフレのような食感なんですが、しっとりもしていて美味しいです。ものすごく甘いのも想像していたんですが、甘さ控えめで食べやすかったです。次はアラビアータパスタソース。以前からずっと買いたかったんですけど、行くたびに売り切れていて、今回はラスト2個のところでゲットできました。イタリア産のもので 400g 238円です。アラビアータは少し小さめの瓶なので、一人暮らしの人とかでも使い切りやすい量かなと思います。ニンニクと唐辛子が入っていてピリッと辛いのが特徴のアラビアータ。そのまま一口食べてみると、トマトの濃厚さにほんの少しピリッと辛いくらいで、辛いのが苦手な人でも大丈夫な辛さかなと思います。茹でたパスタにそのまま絡めるだけでもいいんですが、今回は冷凍の揚げナスと組み合わせてみました。こんなに簡単なのにめちゃくちゃ美味しかったです。他のパスタソースも試してきたんですけど、私はこのアラビアータソースが一番好きですね。揚げナスだけじゃなくてベーコンが入っているとより美味しいと思います。それからパスタだけじゃなくてピザソースとして使うのもおすすめ。こちらも業務スーパーで購入した冷凍のピザクラスト。アラビアータソースを塗ってお好みの具材を乗せたら焼くだけです。今回は冷蔵庫に残っていた野菜と母からもらったオイルサーディンを乗せてみました。後味にほんのりと辛さがくるので、それが本当に美味しいです。次は冷凍のチーズポテト。ベルギー産で 500g 入って298円です。パッケージがおしゃれなデザインでとても可愛いですね。とろけるタイプのチーズではなくて、ハッシュポテトにチーズを練り込んだもののようです。油で揚げてもいいし、オーブントースターで焼いても OK の商品。三角形の形っていうのがちょっと珍しいです。思ったよりも一つが大きいですね。油で揚げる場合は170度で約3分半。すでにいい香りがしています。中は少し形の残ったハッシュポテトで、食べるとじゃがいものホクッとした食感に甘み、それからチーズのコクがあって美味しいです。これは子供受け抜群ですね。息子もかなり気に入っていて、私の分まで食べていました。しっかりと味がついているので、ケチャップなどをつける必要はなさそうです。お弁当のおかずにも良さそうだなと思いました。4商品目はベルギーハーベストのミルクチョコレート味。ベルギー直輸入の商品で338円です。こちらともう1種類、ハイカカオチョコレート、カカオ 72% というものがあったので、両方食べてみたいなって思ったんですけど、食べきれなさそうなので、今回はこのクリスタルキャラメル入りというのに惹かれてこちらを購入してみました。32個入っているみたいです。クリスタルキャラメルってなんだろうって思ったんですけど、カリッとした食感のキャラメルみたいですね。こんな風に薄い板状のチョコレートが入っています。見た感じはキャラメルの存在がわからないんですが、食べてみるとミルクチョコレートの中にカリカリっとしたキャラメルの食感があってめちゃくちゃ美味しいです。5商品目はコーヒーのデザート。95円でした。本当はパックスイーツの大容量のコーヒーゼリーを買うつもりで行ったんですけど、お店に入ってすぐのところにこれが並んでいて、こちらが気になってしまったので購入しています。コーヒーゼリーとアイスコーヒーの2つの美味しさって書いてありますね。
コーヒー大好きなので2つ購入してしまいました。このコーヒーゼリーにお好みで付属のクリームやコーヒーシュガーをかけて食べるみたいなんですが、コーヒーシュガーは食感を楽しむためにあえて溶けにくいものを使用しているみたいです。息子と半分こするので今回は別の容器を使いました。このブラウンシュガーのジャリジャリが美味しいですね。ゼリー自体はちょっと味が薄いかなって感じたんですけど、アイスコーヒーが甘くてしっかり濃いので交互に食べるとちょうどいい感じです。ただコーヒーは酸味が強いタイプなので好みが分かれるかもしれません。苦味というよりも甘みが強いので息子に大好評でした。次はこちら、クリスピーフライドオニオン、228円です。以前から気になってたんですが使い切れるかなって思って買わずにいたんですが、今回購入してみました。最近玉ねぎが高いのでついつい玉ねぎの商品に目がいってしまいます。カットした玉ねぎをサクサクに揚げた商品で、サラダのトッピングなどに使えるものです。まずは一番手軽なサラダのトッピングとして使ってみました。いつものサラダに好きな量を振りかけるだけです。このカリカリとした食感と香ばしさがいいですね。息子は生野菜のサラダをあまり食べたがらないんですけど、これをかけたらびっくりするくらいすごい勢いで完食していました。次は公式サイトに載っていたジャーマンポテトサラダ。ちょっとレシピを変えて簡単にして作ってるので、ちゃんとしたレシピ分量を知りたい方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。玉ねぎとベーコンをフライパンで炒めたら、レンジで柔らかくしたじゃがいもに加えてマヨネーズ、塩コショウで味付けするだけです。最後にクリスピーフライドオニオンを大さじ1程度入れて混ぜたら完成。これも美味しくて家族にも大好評でした。やっぱりこのカリカリっとした食感が加わるといいですね。またまたこちらも玉ねぎの商品、フライドオニオンリング 500g 入りで208円です。オランダ直輸入の商品で、こちら揚げて調理するタイプのものなんですが、もうすでに揚げ調理済みと書いてありますね。最近息子がオニオンリングにハマっているので買ってみました。こちらは成形タイプということで、玉ねぎの輪っかをフライにしたものではなくて、こう細かく刻んでリング状に形を整えたものを揚げているみたいです。成形タイプなので大きさのばらつきがあまりありません。少量の油でも調理できるので、お弁当用に使いたい時も使いやすいなと思いました。綺麗にカラッと揚がりました。玉ねぎの輪っかを揚げたものだと、こうかじった時に衣から中の玉ねぎがつるんと全部出てきちゃって、衣だけ残ったりするんですけど、これはそんなこともなくて食べやすいです。何もつけなくても玉ねぎの甘さがあって、そのままで美味しかったです。次は岩手名物の南部せんべい、厚焼きピーナッツせんべい4枚入りです。98円でした。最近岩手のお友達とお話しする機会があったので懐かしくなって購入してみました。おせんべいと言いつつ甘いクッキータイプなのが特徴なんですよね。なんですけど、クッキーほど甘いってわけではなくて、この程よい甘さでピーナッツの香ばしさが美味しいおせんべいです。厚焼きなのですごく満足感があります。意外とカロリーがあるので食べ過ぎないようにちょっとずつ食べてるんですが、素朴な味わいでとても懐かしい気分になりました。南部せんべい食べたことない方はぜひ買ってみてください。旧商品名はローズヒップティー20パック入り、こちらは138円でした。ローズヒップティーはレモンの20倍ものビタミン C が含まれていると言われていて、ハイビスカスとリンゴがブレンドされています。甘酸っぱいって書いてあるんですが、ローズヒップなのでやっぱり酸味はかなりありますね。シソジュースに近い味なので酸っぱいのが苦手な人にはちょっとおすすめできないかなと思います。以前 Amazon で購入したものは20パックで400円くらいしたので、業務スーパーのはかなりお買い得だなと思います。業務スーパーはいろんな種類のハーブティーがお手頃な価格で売られているので本当に助かります。
私は酸っぱいの好きなのでそのまま飲んじゃいますが、甘みが欲しい時は蜂蜜やメープルシロップをスプーン1杯ほど入れてみてください。最後に商品は食品ではない購入品になります。こちらは調理用廃油処理剤、業務用ということでたっぷり 500g 入って328円です。いつもは吸い取るタイプ、固めるタイプ、気分で使い分けてるんですが、よく使う固めるテンプルの 600ml 用のスティックは10本入って300円くらいでした。じゃあこの業務スーパーのはどのくらいの油を処理できるかというと、なんと18リットルってことで、同じくらいの値段なのに3倍の量が処理できちゃいます。びっくりですね。しっかりとジッパーもついていて保存もしやすいのが嬉しいです。実際に揚げ物が終わった後の油に使ってみます。まだ熱い状態の油、だいたい 500ml くらいに対して大さじ1の廃油処理剤を入れたら混ぜて、あとは固まるのを待つだけです。はい、こんな感じでしっかり固まっていました。あとはこれを捨てるだけ。100均の方がお得かなと思ってダイソーで買ったりもしてたんですけど、この業務用のは比べ物にならないくらいコスパがいいです。それからこちらも安いなと思って購入したお弁当用おかずカップ。もうすぐ子どもの運動会でお弁当を作る機会があるので購入しました。それぞれ78円です。電子レンジ対応なのでそのまま温めもできるし、蒸しパンを作りたい時にも使えるので、この電子レンジ対応のおかずカップ便利ですね。いつも食品ばかり見ちゃいますが、こういった雑貨もコスパのいいものがいろいろあるので、業務スーパーに行ったらぜひチェックしてみてください。ということで今回は5月に業務スーパーで購入した商品をご紹介しました。実は今回ご紹介した以外にも購入していて、いろいろと値上げされているからこそ買ったものがあるので、それはまた別の動画でご紹介できたらなと思います。では本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。